よっ。皆さんお揃いですね。リンハン様は戦闘指揮中のため、私が代理で来ました。黒曜改造後の戦力比は、烈刃士が演算してくれていますが、リスクには備えておかなければなりません。そこで、今後の対策案を協議したく、ハガードの皆様と各州の責任者にお集まりいただいた次第です。リンハン様は戦闘指揮中のため、私が代理を務めさせていただきます。本日の決定事項は後で私から報告いたしますね。ええ、ではブレビーさん、今後の流れについてご説明願えないでしょうか。ふんふん、国与は各州の四国と連動して作動しているから、四国も改造が必要なの。国与と四国の接続工事は天正閣の管轄だわ。協力が必要ならいつでも言って。ありがとう。さすがミミさん、可愛くて頼りになる。今なんて言った？ん？貴玉様にそう呼ばれてるんじゃないの？気にしないで、話の続きをお願いします。ふん。うん、じゃあ今後の予定について話すね。まずは私が技術指導をして、先に来週四国の改造を完成させた方がいいと思う。天正閣でのノウハウを応用すれば、他の四国の改造ももっとスムーズに進められるから。全四国の改造が終わった時点で一度四国を再起動、最後にオムニアムリアクターを取り付ければ本体である黒曜の改造も完了という流れかな。うんうん、そういえばこの間のマーラ観測の時に強力な暗闇波が襲来したって聞いたんだけど、やっぱり四国を再起動する時も同じことが起きちゃうのかな。まさか大暴動の前兆？今回は生き餌の数を増やして四国付近の防御体制を強化した方がいいかも。同感です。今から手配をしましょう。各州は地理的に暗闇の被害を特に受けやすくなっています。改造工事に遅れが出てしまう可能性は懸念点としてありますね。道元枯渇までもはや一刻の猶予もなりません。各州四国の改造を確実に進められるよう追加の人員を手配させましょう。ちょうど愚行士にいるドクター・レビリアのところに行かなければならないので援護しましょうか。一緒に各州へ赴いてもいいですか？ぜひお願いします。そうと決まれば早速行動に移りましょう。ブレビーさんだけまだ細かな段取りをご相談したいので、少し残ってもらえないでしょうか。水州の状況もあまり芳しくないんだってね。任務に出るときはくれぐれも気をつけて。ありがとう。けどそれはこちらも同じだ。
二人は宮域にとって大切な恩人だ。感謝してもしきれない。どうか怪我がないよう無事タクシューから帰ってきてくれ。お互いにね。ご挨拶が遅れました。私は愚行士の長官遠病と申します。愚行士は暗闇災害を研究する専門機関で、その生物学的特性から攻撃傾向を予測し作戦立案を行っています。加えて我々は戦場で域営と連携することも多いため、軍事組織の機能も兼ね備えています。今回は四国改造に協力しながら異常な暗闇波の発生原因を突き止められればと思います。暗闇研究といえばドクター・レビリアは本当にすごいお方ですね。博士が提供してくださった知識のおかげで滞っていた各研究分野も次々と成果が出始めています。タクシューの原玉遺跡を解明できる日も遠くないかもしれません。タクシューの原玉遺跡って何かあるんですか？それは口で説明するより実際に見てもらった方がいいかもな。
息の火器を通っていきましょう。そういえば遠病さん、来週はいつぶりで？あ、実は公務が忙しくてあまりタクシーを離れられないのです。玉の外回りがあっても暗闇の発生地でサンプルを収集するくらいですね。こうした工事でもない限り黒曜に行ける機会も滅多にありません。私ったら迷子になってしまって、先ほどは助かりました。いえいえ。旧域で生まれ育った私の方が道案内をしてもらうだなんて、お恥ずかしいところを。
こちらで天州に乗れば、タクシューに到着です。どうしましたか？いえ、ちょっと高い場所が苦手で、落ちないって分かってるのですが。エンビオさん、あまり無理せずに。愚行士の長官が高所恐怖症だなんて。怖くない、怖くない。はあ、助かった。はっ。一面の霜。大丈夫？寒くない？うん、大丈夫だよ。少しフォラント雪原に似てますね。タクシューがこうなったのは、原玉遺跡から発せられる暗闇エネルギーの影響だと考えられます。元から資源に乏しい地域ではありましたが、寒冷化のせいで状況はさらに悪化しました。その上、遺跡のエネルギーによって暗闇は一段と手強くなっています。結果、タクシューの大部分が不毛の地と化し、立ち入り禁止区域、術群禁地として指定されました。でも危険が多いというのは、
それだけ暗闇の正体に一歩近づけるということ。愚行士がここに拠点を置くのにはそういう背景があるのです。ドクター・レビリアも同じ気持ちだったのでしょうね。我々も来週で遺跡の暗闇エネルギーが引き起こす災難を目の当たりにしてきました。まさか暗闇を強化する力まであっただなんて。それがここの原玉遺跡の力なんだ。封印中の廃液種がなぜ他の廃液種に影響を与えられるのか、博士はずっとそれを調査している。もういくつか有力な仮説は立っていて、今はその検証に奔走する日々さ。この改造工事が終わったら私にも手伝わせてくださいね。では拓州四国の責任者ヤッコ様ことリンハン様のもとへ向かいましょう。よっ。リンハン様が警備を強化してくれたので、ここは安心して通れますよ。Thank you.
防御を緩めないよう予定通り出陣を。あとは私に任せて。はっ。リンハン様、四国改造にご協力いただくことになったエクセキューターさんとシャーリーさん、そしてテンランさんです。リンハン様の予想通り、四国改造中は暗闇波が誘発されるとのことでした。防御網を張った方がいいかと思います。分かった。では作戦の要点を伝えるわ。タクシューの現状はもう炎病から聞いていると思うけど、今回も甚大な被害が想定される。いかに大量の暗闇を効率的に倒せるか。なるべく暗闇が群れをなす前に一網打尽にしましょう。深淵の渦が拡大する前に食い止めればいいのですね。ええ、龍剣閣ではタクシュー各地の観測データをもとに深淵の渦が発生する時間と場所をリアルタイムに予測しているの。ちょうど先ほど新たな深淵の渦の発生が剣の陣によって報告されたわ。場所は元玉遺跡なのだけど、出陣命令はすでに出してある。皆さんの力があればきっとすぐに鎮静できるでしょう。時間がない。出発の準備はいい？炎病はここに残って住民の避難手配をお願い。わかりました。遅かったか。加勢しましょう。
Thank you.
さすが龍剣閣、深淵の渦の発生場所と時間を本当に割り出してしまうとは。ぜひ剣の陣を見学させてもらいたいものです。やはり忙しいですよね。無理を言ってすみません。深淵の渦が消えてない。まだ暗闇が現れるってことか。そしたら一匹残らず葬るまでよ。皆さんのおかげで助かったわ。これならあとは私一人で対処できそう。避難の手配も済んだ頃だろう。先に本部で炎病と合流してから四国へ向かってちょうだい。帰りなさい。リンハン様はまだ元玉遺跡で次の進行に備えています。それと暗闇を倒しても深淵の渦は消滅しませんでした。なぜでしょうか。深淵の渦が、やはり我々の予測通りでした。これも元玉遺跡の力による影響でしょう。ふむ、リンハン様が戻るまでまだしばらくかかりそうですね。皆さんは無事でしたか？怪我はしてませんか？はい、でもだいぶ苦戦しましたよ。やはり遺跡の近くだからか、普通の範囲騎士よりもはるかに強力でした。時の印の力もだいぶ弱まっています。四国改造を急いだ方がいいでしょう。はい、避難手配は完了しているので今すぐ出発しましょう。
この先が天佑寺です。今避難予定の住民たちが待機しています。天佑寺？ええ、宮域が劣勢に転じてからは実に多くの命が失われました。あまりに大きな絶望感に立ちはだかったとき、神にすがりたくなる気持ちはわからなくはありません。天佑寺の住職、雄星長老は大変人徳の高いお方です。つかの間の安らぎでも、人々が希望を持ち続けられるのなら、我々も戦う意味を失わなくて済みますわ。行きましょう。四国はもっと先です。エンビオさんは神にすがったことは？私ですか？この立場にいるうちはみんなのためにできる限りのことをしたいと思っています。急ぎましょう。
あれは護送中の住民たち。怪我をしてるみたい。助けなきゃ。大丈夫ですよ。暗闇はほとんど倒しました。今から怪我人の手当てをしますので、少し休んでから移動しましょう。それなら私も手伝います。みんな無事だといいな。俺は周囲を見張っておくよ。初めて見る顔だな。あ、もしや生きがいから来た。ええ、そうです。君たちも大変じゃな。暗闇のせいで一日たりとも心が休まらんよ。この年で家を離れて知らない土地に避難しなきゃならんとは、全くやりきれん。大丈夫ですよ。きっとすぐに元の生活に戻ります。あなた愚行士の人間じゃないの？え、愚行士？見たことある。愚行士の現長官エンビオじゃない？なんで避難はリンハン様の指示じゃないの？どうして愚行士が出てくるの？あの話を聞いてください。あ、文騎様。皆さん、リンハン様の命を受けお迎えに上がりました。暗闇は全て駆除してあるので、もう心配ありませんよ。避難経路を確保するのに時間がかかり、到着が遅れてしまいました。すみません。ああ、誤解が解けてよかった。皆無事だし、これで一安心じゃんの。リンハン様直々の采配ならもう安心ですね。まあまあ、助けてくれたエンビオ様やイキエさんたちにも感謝せねば。当然の務めです。ではもう少ししたら避難場所へ向かいましょうか。先ほどは申し訳ありませんでした。我々がもっと早く到着していれば。気にしないでください。いきなりの襲撃で大変だったでしょう。しかし、怪我をしている人々を放っておくわけにはいきません。それは愚行士とて同じことです。でもさっきの住民たち、何かを怖がっているようでしたね。愚行士です。愚行士の前長官が南院だからです。南院は暗闇研究の第一人者で、若き指導者として多くの人々に期待されていました。それを彼女は全て裏切りました。そして暗闇側につき、
宮域を蹂躙したのです。研究に深入りするあまり暗闇に取り憑かれたんじゃないかと、人々の間で様々な憶測が飛び交いました。我々は南院の研究資料を引き継ぎ、その手記を読み返すことで裏切りの理由を探ろうとしたのですが、それがかえって愚公子が今も南院と結託しているという疑念を呼んでしまったのでしょう。さっきも暗闇が現れてすぐに私たちが駆けつけたので、つながりを疑われたのかもしれません。緊張状態が続いていますし、仕方のないことです。遠病さんを見ればそんなことないってわかるのに。ありがとう。愚公子の長官になった時から覚悟していたことです。我々の行動が、そして時間がいつか全てを証明してくれると信じていますわ。それに文騎や玉蘭、林藩様、多くの人たちが愚公子を支えてくれています。林藩様が避難の手配を任せてくれたのも一つの信頼の証でしょう。それは違います、遠病様。龍剣閣が暗闇の発生を予測し住民たちの避難を実現できたのは愚公子の研究があってこそなんですよ。愚公子の権威を広く知らしめたいという意図もあるんです。胸を張ってください。では後のことは我々生き栄に任せてください。ええ、私たちはこのまま拓州四国へ向かいます。この辺りは安全みたい。でもまだだいぶ距離がありますね。休憩しますか？いえ、寝不足が続いて少し疲れているだけですから。やはり激務なんですね。いえいえ、みんなの力になれるのは嬉しいことです。もう大丈夫です。急ぎましょう。この幽深池は昔拓州随一の名勝でした。かつては宮域中の人が訪れたものです。でも暗闇の侵攻が始まって以来、池の維持管理をする余裕がなくなり、今は一面に氷が張っています。近頃ではもう誰も寄りつきません。あのエレベーターに乗りましょう。
エンビオ様、準備はすべて整いました。いつでも改造を開始できます。天正閣のデータは同期済み、生き餌たちも所定の位置についています。では始めましょう。あと少しすればここは暗闇に狙われるでしょう。工事中はどうしても四国の防御シールドを解かなければならないので、完全に無防備な状態になります。皆さんだけが頼りです。どうか四国を守ってください。わかりました、任せてください。ご安心ください、四国には指一本触れさせません。また世話になるわね、一緒に来て。私はどう？ブレビーさん、今改造が終わりました。本部との接続状況は？問題ナッシング、ちゃんと再起動できてるよ。オムニアムリアクターの取り付けも完了したし、早く黒曜に戻って記念すべき新時代の幕開けを見届けよう。
めん、キヨク様。もう一回オムニアムリアクターを点検させて。トラブルが起きたみたいで。黒曜との互換性の問題かもしれない。プログラムを間違えた？落ち着いて、ブレビーさん。調査はミミにお願いしました。きっとすぐに解決できるでしょう。どうかしたの？理論上はね、四国システムの構築とオムニアムリアクターを黒曜に取り付ければ、あとはリアクターを起動するだけで黒曜から動源を獲得できるはずだったの。でも今試したら、なぜかハガードと接続できなくなっていて、原因不明のエラーが続いちゃうの。ハガードに接続しないと起動できないの？オムニアムリアクターのような自己適応型のソフトウェアを起動するときは、全部ゴゾトスの承認が必要なの。ゴゾトスはハガード総本部にあるスーパーコンピューターかつ全オベリスクを制御するエンドポイント端末でね、時空超越通信を通して各リアクターにアクセス権を付与しているんだ。はあ、今エルリック先生にも手伝ってもらってるけど、後でまた報告に戻らなきゃ。システム的な問題ではなく、リアクター本体が故障している可能性は？ずっと使っていなくて中身が経年劣化しているとか。理論上はそんなことないはずなんだけど、人間のために取り替えた方がいいのかな。ああ、先生が言っていた実践はトラブルがつきものってこういうことだったのか。油断した。ふう、やばいやばい、失敗したら去年の論文が水の泡に。経費削減の危機。ふう、もう一回試させて。エルリック先生、今ゴゾトスのネットワークに接続できたんだけど、起動プログラムがまだ。あ、やった、起動できたよ。今のうちに黒曜起動。全部正常値だよ。マーラの時空固定座標を特定。オムニアム抽出。取られた可能性が高いです。一体誰が何の目的で。後で吸域に行って原因を調査してくれ。はい。黒曜の改造を実現できたのは、ひとえに皆さんのご協力のおかげです。本当にありがとうございました。時の印への供給も安定していますし、もう動源が枯渇する心配もありません。いよいよ吸域が攻勢に転じる時です。人球の観測記録によると、原玉遺跡の暗闇を倒して以来、来週では暗闇による被害が大幅に減少しました。他の州でも同じような効果が期待できるかもしれません。被害状況を鑑みて先に各州への出兵を要請します。遺跡の力さえなくなれば、術軍近地での調査を再開し、術軍の災いの真相も明らかになるかと。ここは私に。確かに術軍近地なら何人の居場所の手がかりも見つかりそうですね。でも拓州の原玉遺跡は特殊です。気をつけないと
取り返しのつかないことに。旧域の新しい希望になるのなら試す価値はあるかと。貴玉様、私も今回の作戦に参加します。エクセキューターさんとシャーリーさんも遺跡での戦闘経験がありますよね。どうか今回もタクシューで皆さんを支えていただけないでしょうか。わかりました。では今からタクシューの元玉遺跡に入り、高位の暗闇を討伐します。各自で準備を整えてください。詳細は追って知らせます。いよいよ旧域が攻勢に転じる時です。この度はありがとう。二人をこんな危険に巻き込んでしまって、何と言ったらいいのか。暗闇は我々の共通の敵ですから。リンハンさんの力になれて嬉しいです。ええ、私は白虎本部に戻って残りの公務を処理してくるわ。先に愚行して待っていてくれるかしら。エンビョンが遺跡の資料を共有してくれるはずよ。
Thank you.
よっ。
なさい。時の印が復活しています。黒曜の改造に成功したのですね。はい、危機は去りましたよ。はあ、よかった。戦闘がだいぶ有利になりますね。正直タクシューが足を引っ張ってしまうんじゃないかと内心ヒヤヒヤしていました。次の作戦は決まったのですか？タクシューの原玉遺跡で高位の暗闇を討伐予定です。それを提案したのはリンハン様ですよね。わかりました。愚行士も全力で協力します。原玉遺跡の暗闇を倒せば、ようやく本命の術軍禁地に入り込めます。この日のために愚行士はずっと術軍禁地の情報を収集してきました。どうか役に立ちますように。どうして遺跡ではなく術軍禁地が本命なんですか？その術軍で起きた事件が南院という人と関係しているからですか？リンハンさんが術軍の災いって言ってたよね。うん、よければ事情を教えてもらえないでしょうか？あれは全宮域を震撼させた事件でした。まるで腫れ物を扱うように誰も滅多に口に出しませんが、決して忘れ去られたわけではありません。8年前愚行士の長官だった南院は拓州に存在する特殊な原玉遺跡を見つけました。今術軍禁地に指定されているあたりです。当時の宮域は外界から遮断され、全く先が見えない状況でした。それでも人々は決して希望を捨てず、常に打開策を模索していました。だから南院も神宮の前の主楽様に術軍禁地の調査を進言したのです。術軍禁地の暗闇は大変危険です。中を探索するどころか近づくことすら叶いません。反対意見もありましたが、楽様は結局自ら生き栄の精鋭部隊を率いて術軍禁地に向かいました。しかしみんなの期待とは裏腹に、楽様たちは二度と戻ってきませんでした。その後貴玉様が神宮の主の座を引き継ぎ、宮域は少しずつ秩序を取り戻したのですが、なんと3年前に暗闇を引き連れた南院が突然現れ、仲間である我々を攻撃してきたのです。南院のことを最初から裏切り者だったという人もいます。術軍禁地の調査自体が罠だったと。実際彼女は誰よりも暗闇の研究に没頭し、楽様から絶大な信頼を得ていました。でもそれが仇となり、宮域は最大の戦力を一気に失ってしまったのです。しかし当時の状況は不明だし、真相が判明するまでは何も断言できないと思います。リンハン様は南院と親しかったので、真相を究明したい気持ちは人一倍強いでしょう。そんなことがあったのですね。術軍禁地に行けばきっと有力な情報が得られるはずです。タクシューの原玉遺跡に関する資料は愚行士の資料室に保管されています。どうか戦いに役立ててください。資料室に案内しますね。来てください。
遺跡の特徴は大体理解できました。今までと違って今回は我々の方から封印を解かなければならないのですね。ええ、封印を破った暗闇と戦う状況はありましたが、今回のは初めての試みです。ふむ、どんなデータが取れるか全部記録しなければ。暗闇を討伐したら遺跡の中を調査させてもらえないかしら。高位の暗闇が生息していた場所だから貴重なサンプルがいっぱいありそう。遺跡の封印原理も気になりますね。エネルギーを閉じ込める構造かしら。原玉の力が相乗してバリアを形成しているのかもしれないし。あ、すみません、つい夢中になってお気になさらず。面白そうですね。一緒に行きます。え、ちゃんと取り合ってもらえた。もちろん皆さんの任務の状況も鑑みて。でもお気持ちだけでも嬉しいです。では話に戻りますね。先ほどの資料からも分かる通り、遺跡の封印を解除するには時の印が必要です。原玉遺跡の封印は前任の四英種が施したものです。それを解除するには現任の四英種の時の印を使わなければなりません。確かこのことは貴玉様も承知の上かと。皆さんお揃いね。新しい伝言を預かったわ。遺跡の封印を解くには4人の英種の協力が必要なの。だから妙慶と孔も同行することになったわ。私が遺跡にいる間、タクシューはあなたに任せた。遠慮。はい、全力で頑張ります。タクシューの遺跡は危険なので慎重に行きましょう。愚行士の資料によると、遺跡の仕掛けを動かすと暗闇が引き寄せられてくるの。誰か入り口を固める人が必要だわ。ラン、あなたにお願いできないかしら。何が起きるかわからないから無茶はしないように。任せて。暗闇を遺跡の中に入れさせるものか。うん、では行こう。
よっ。私たちをやっつけたくてしょうがないんでしょ。私もよ。Hey!
ランさんの手当ては終わりました。大きな怪我ではなかったのですが、南院を逃がしてしまったと。そう、安心いたしました。手当をしてくださりありがとうございます。南院が奪ったクリスタルポーラーはこれで2つ目ですよね。クリスタルポーラーは莫大な暗闇エネルギーを含んでいます。それを使って何かするつもりなのでしょう。この様子だと残りの2つも狙われる可能性が高いです。目的が何だろうと、もう彼女の好き勝手にはさせません。喜玉様、一度術群禁地を調査させてください。形勢を逆転するには先手を打って南院の居場所を突き止めた方が。ええ、それも一つの手ですが、今はまだ危険すぎます。まずは万全の備えが必要です。今日は結論を急がず、一度対策を立て直しましょう。皆さんはゆっくり休んでください。今日はありがとう。いえ、吸引のためにしてくれた全てにお礼を言わなければならないわ。この50年間、戦いの道のりは厳しいものだった。多くの犠牲が払われ、もうほとんど打つ手がない状況まで追い詰められたわ。それでも我々は諦めず、ようやく天文開通を実現できたの。あなたたちが現れ、ようやく希望の兆しが見えてきたわ。みんなで力を合わせていけば、きっと真の平和は訪れますよ。うん。だけどそのためには、まだ乗り越えなければならない山がたくさん残っているわ。術群禁地はその第一歩ね。どんな危険が待っていようと、覚悟はできているわ。吸域の未来のために、そして術群の災いの真相のために、今度こそ彼女と決着をつけなければ。聞いたかもしれないが、喜玉様が術群禁地の再調査を決行するそうだ。今回はドクター・レビリアも同行するらしい。正式な人選はこれから行われるよ。ということは博士の方で何か発見が。その通り。吸域の範囲騎士の謎を解くには術群禁地が唯一の突破口なんだそうだ。今回の調査は南院の捕獲だけじゃなく、研究的な目的もある。君も気づいてるだろう。この寒冷の地には何か特別なものが隠されているって。でも遺跡の中はとても危険なんだよね。そこでシャーリーさんはどうする？連れて行くかい？いや、まひとまずロシンクに戻ろう。上層部は今回の調査を重要視していてね、君に話があるそうだ。
君たちが遺跡内の廃棄種を討伐してくれたおかげで、我々は高位の廃棄種の生態を初めて把握することができた。ナインが奪ったクリスタルポーラーを早急に取り戻さねば。この件については後でドクター・クレイフォーに話を聞いてくれ。補足したい情報があるそうだ。おお、後でドクター・レビリアに共有しますね。どんな情報も貴重ですから。それから次の調査について、大体の話は聞いている。貴玉様によると、過去の調査は全て失敗に終わったそうだ。だがドクター・レビリアならきっと有益な情報を持ち帰ってくれるだろう。今回の調査は我々の運命を左右するものでもある。どうか慎重な行動をお願いしたい。はい、博士は私がお守りします。エクセキューター、君も調査に同行してくれ。第9地区で一番優秀な君がいれば我々も安心だ。今取り組んでいる任務は全て他の者に代わらせておこう。それから吸域のオベリスクは今のところ正常に稼働しているよ。本当にご苦労だった。ブレビーに付き合うのは大変だっただろう。何せいろいろと変わった子だからな。吸域とアーシャの架け橋としてこれからも頼りにしている。いえ、ブレビーとはいい友達になりましたよ。そうか、では健闘を祈る。皆が持ち帰ってくれた情報はすぐにハガードの研究機関に回そう。ベラの防衛技術にも役立ちそうだな。報告を期待しているよ。からどうする？久しぶりに緑化センターのあの子たちに会いたいな。え？シルバーコースト研究センターに行くんじゃないの？ドクター・クレイフォーのところへは俺一人で行けるさ。時間が余ったら愛しの草花たちとちょっと戯れようかなって。誤解しないで。今日は休みを取ったから、この後は自由行動なんだ。さて、せっかくだから植え替えと枝の手入れをしてヴィラガーデンの方にも。ところで君は会いたい人はいないの？そうだな、まあゆっくりしてってよ。終わったらヴィラガーデンで落ち合おう。セシリーさん、機械衛兵の新しい性能報告書が届きました。うん、故障箇所は全て修理され、機能性テストもクリア済みです。ですので、そのそろそろ仕事に戻らなくて大丈夫でしょうか？え、
修理くらいちょちょいのちょいよ。ただベテラン整備士に言わせるとね、これとあれは改善の余地があるわ。バージョンアップしてあげる。ああ、ではお願いします。ああ、吸液の新材料も届いたことだし、ボディを補強して内部の部品も取り替えるね。まだ時間かかるから、アリスは仕事に戻ってて。手伝おうか。エクセキューター、お久しぶりです。久しぶり。ずいぶんと会ってなかったから元気してるかなって。私目当てで来たんだ。でも本当残念だけど、今すっごく忙しいの。みたいだね。だから仕事が早く終わるように俺も手伝うよ。せっかく帰ってきたのに手を煩わせるのは悪いよ。だから二人で話してて。私は今から仕事モードに入るから。集中よ、集中。では頑張ってください。ただ凛也さんから伝言があって、遅れたら問答無用で置いていくわよ。のんびりしすぎないようにね。え、じゃあすぐ行く。あ、その今の作業が終わったらね、強化堂に行けばいいんでしょ。はあ、そういえばさっきはいないの。隊長は本日休暇を取っています。またなんとかフィギュアを買いに行ったの。アルティメット戦士1周年記念フィギュアです。はあ、お子ちゃまの趣味はよくわからないわ。本当はこっそりプレゼントするつもりでしたが、さすがは隊長、もうずっと前から販売計画を知っていたようなのです。それで今日だけ私が隊長代理に指名されたというわけです。でも思えば隊長も久しぶりの休暇なので、いい気分転換になるかもしれません。フィギュアはもう買えたでしょうか。もしそうならいいのですが。それはわからないわよ。それにしてもなぜ私なのでしょうか。私はまだまだ未熟なので、緊急事態が起きたらちゃんと指揮できるかどうか。それか簡単な取りまとめ役なら大丈夫だと思ったのでしょうか。ドロイドの修理をセシリーさんに依頼するくらい私でもできますものね。いやいや、それも修行の一つよ。あなたは隊長に見込まれているの。ああ、そういうことでしたか。ただの雑用かと思っていました。彼女も最初はそうだったのよ。あなたたちったら。え、あれセシリー、仕事モードに入ったんじゃないのか。あなたのせいで全然はかどらないじゃない。そっか、それじゃリンヤたちと話してくる。安心して仕事に励んでいいよ。ちゃんと君の分まで楽しんでくるから。ふん。
ついにジークを見つけたんだね。おめでとう。うん、長い道のりだったよ。久しぶりだし、もう少しゆっくりできたらいいのに。今回の危機を乗り越えたら博士と一緒に帰ってくるよ。これからすごく危険な任務に出るのよね。チャンスはリスクと隣り合わせ。それが廃棄種の謎を解く唯一の方法なら突き進むしかない。その勇敢さに敬意を。ほんの気持ちだけど渡したいものがあるわ。これを受け取って。これは孤児院の子供たちが作った折り紙よ。あなたたちのこと皆に話したの。廃棄種を撲滅してミラポリスに光をもたらすために、深淵の渦の向こうの未知の時空に渡った勇者がいると。そしたら子供たちが感謝と応援を込めた折り紙を送りたいって。よくできているでしょ。こんな素敵なものもらっていいの？あなたとシャーリーさんはもうあの子たちのヒーローだから。ありがとう。お守りとして大事に使うね。エスターさんと吸域を訪れた時、現地の惨状を目の当たりにしたわ。この災厄を終結させる方法が少しでも早く見つかりますように。気をつけて怪我をしないようにね。もちろん。ミナの幸運を祈るわ。大丈夫、これでも結構運がいいんだ。
実に見事だよ。むしろ前よりもよく育っているような。いつだったか俺が植物たちに話しかけるのは悪影響だって言われたことがあったっけ。あながち嘘でもなかったんだな、俺が植物をダメにしてただなんて。そんなことないよ店長様。友はあれ、この景色が見れて安心したよ。これなら俺がいなくなっても緑化センターは問題なさそうだな。緑化事業の未来は明るいぞ。本当に良かった天羅。よし行こう。少し名残惜しいけどこの子たちを起こしちゃ悪いしな。遠病さんが愚行して待ってる。出発前にいろいろ予習しなくちゃ。
Thank you.
よっ、ほっ。お帰りなさい。術群の災いに関する資料を整理しましたよ。どうぞ自由にご覧ください。何か質問がありましたら何なりとおっしゃってくださいね。できる限りお答えしますので。ありがとう、遠病さん。いえ、これも務めですから。話は一通り聞いていたけど、これで改めて全容を理解できたよ。昔は術群近地にも人が住んでいたんだね。はい、もう何十年も前のことですが、環境が厳しい術群にもいくつか小さな村がありました。そこで寒さを緩和すべく梵天炉が設置されたのですが、道源が枯渇し始めたせいで閉鎖を余儀なくされてしまい、やがて人の気配が消え、あの惨劇、術群の災いが起きました。今では一般人どころか生き餌すら簡単には立ち入れません。聞きたいことがあるんだが、その机にあるものは？愚行士は術群の災いに関するあらゆる資料を収集してきました。中には根拠に欠ける内容もあって、そちらはあまり参考になりません。でも火のないところに煙は立たぬというでしょう。一見根も葉もない流説にも真相のヒントが隠されている可能性はあります。ですので、こういう不確かな資料も破棄はせずに、こうして一箇所に保管しておいているのです。後で役に立つかもしれないしね。遠病さんは南院のことをどう思ってる？南院は旧域を裏切って暗闇側につきました。それは紛れもない事実なのでしょうけど、何か隠された重要な事情があるような気もしています。もしかすると彼女は人知れず悩みを抱えていたのかもしれません。愚行士は彼女の努力の結晶です。それに最初から裏切るつもりなら、愚行士を設立した意図は？その答えを必ず突き止めてみせます。それに、たとえ最悪の状況になったとしても、私が必ずこの組織を正しく導くと決めたんです。最悪の状況？南院が愚行士を悪用しようとした時です。それを止めるのが私の愚行士長官としての使命ですから。いずれにせよ、真相の究明はこれからですね。あなたたちのおかげでやっとここまで来ることができました。これからは私も全力で皆さんを支えます。
術群近地の資料はお手元に届きましたか？南院の行き先が判明しました。彼女はクリスタルポーラーを盗んだ後、術群近地に逃げています。その目的は不明ですが、何としても阻止しなければ。術群近地は長年の積雪により非常に過酷な環境が築かれています。これまでの調査も全て失敗に終わりました。しかし黒曜の機能が回復した今、我々はようやく梵天炉を再起動することができます。これで戦闘もかなり有利になるでしょう。よって今回の調査では術群近地の中心部に到達し、南院の痕跡を探すことを目指します。必ずや術群の災いの真相、そして暗闇の正体を突き止めましょう。続いてドクター・レビリアからの説明があります。愚公使との調査の結果、暗闇は群れごとに共鳴し、その群れに君臨する高位の暗闇に操られていることが分かったわ。旧域にいる暗闇のほとんどが遺跡に封印されたネストマザーに呼応してベラから呼び寄せられたものよ。ほとんど、つまり例外もあるってこと？ええ、初めてタクシューに来た時、異様な空気を感じ取ったわ。ここの暗闇は支配者的存在に操られているのか、意識を集中させても全く共鳴できなかったのよ。そこで遠病さんと他州の暗闇群を調査して、一つの仮説が得られたわ。タクシューにいる暗闇は全て術群近地から来ている可能性が非常に高い。その証拠に術群近地の暗闇は突出して強いの。それはあなたたちが一番よく知っているはずよ。術群の深部にはまだ見ぬ危険が待っているというわけですね。リンハン、術群から始まった災いに終止符を打ちなさい。調査の指揮はあなたに任せました。全力を尽くします。天文の開通以降、我々はハガードから多くの協力を得ることができました。今回もドクター・レビリアに頼ることになりますが、テンランさんとエクセキューターさんには皆さんの安全を守ってほしいのです。梵天炉の再起動は吸収重機に依頼しましょう。明慶も同行を願います。資料の収集には愚公使の力が必要です。遠病、あなたも同行してください。私も？はい。リンハン様や妙慶様には及びませんが、せめて足手まといにはならないように頑張ります。どうか南院の陰謀を阻止してください。今回の成否が旧域の運命を左右することになるでしょう。行動は慎重に。無事のご帰還お祈りしています。ミミじゃなくてコウは大丈夫？コウにとって今回の調査には特別な意味があるの。彼女の父、先代の青龍様は数年前にあそこで消息を絶ったから。そうか、一緒に行けないのは悔しいだろうね。コウは幼くして青龍の座を引き継いだわ。そして天正閣と来州の人々の命を預かる立場になった。口には出さないけど、とてつもない重圧のはずよ。彼女にとって父は目指すべき鏡であり、大切な心の支えだったのよ。本当は自分の手で真相を解き明かし、父を弔いたかったのでしょう。もう少し時間をあげましょう。私は残って貴玉様と作戦を協議するわ。先に戻って支度をしてて。
体何のよ。そんなとこでこそこそ隠れられるとすごく気になるんだけど。その落ち込んでいるみたいだったから様子を見に来たんだ。ああもう、どいつもこいつも人を子供扱いして。そんなことないよ。貴玉様は君を仲間外れにしたわけじゃないと思う。君の気持ちを貴玉様なりに配慮したんじゃないかな。で、調査に私情を持ち込む未熟な人間だって思われてるってことでしょ。じゃあ、コウ自身はどう思ってるの？それは…真相を知りたい気持ちはわかるけど、もっとコウを必要としている人が他に大勢いるだろ。貴玉様の采配は対局を考えてのものなんだと思うよ。コウの方が貴玉様といる時間が長いから、本当は心のどこかで気づいているんじゃないかな。うーん、まあいい、わかったわよ。あなたってフリと同じくらい口うるさいのね。うん、それくらい理解してるわよ。あ、未承認の書類がたくさん残ってるし、そろそろおいとまさせてもらうわ。それに町人が来てるようだし。それじゃ。シャーリー。うん。あのさ、わかってる。みんながあんな危険な場所に行くのに、私だけ何もしないだなんて、そんなのできないわ。あなたはいつだって駆けつけてくれたじゃない。わがままを言ってるつもりはないの。どれだけ考えてみても答えは同じだから。何があっても一緒に向き合うって約束したもの。私たちは仲間でしょ。どんな危険が待っていようと今回も一緒に乗り越えようね。うん、そうだね。うん、貴玉様の了承は得てあるわ。帰還門に行ってみんなと落ち合おう。え、いつの間に？私を置いていこうとするからよ。だからわざとあなたに黙っておいたの。これでおあいこね。さあ行こう。
ロルン連邦汎用2型 AI サーバント、命令をどうぞ。 AI サーバント覚悟してね。これが梵天炉だよな。氷に覆われちゃってる。最後に閉鎖されてから何年も使われていないの。妙慶が点検してくれたのだけど、幸い施設自体は無事みたい。梵天炉を起動すればこの寒さもかなり取り除かれるはず。中に入るのはその後よ。ついにこの日が。止まっていた時間がようやく動き出すような感じですね。ええ、今回の調査に成功すれば暗闇との戦いを終わらせることができるかもしれない。そしたら術群を再び解放して人々を故郷に返してあげられるわ。これは私にとっても大きな一歩になる。我々がここに立てているのは全て道元の枯渇問題を解決してくれたハガードのおかげね。改めて皆に感謝を。では梵天炉を起動しましょう。だいぶ暖かくなったな。今からどうする？計画では前回と同じ調査経路をたどる手はずでしたが、この数年間の環境変化を想定して地図に何箇所か変更を加えました。今から皆さんに共有しますね。はい、これで完了です。梵天炉には天柱という接続装置がいくつかあるので、それを目印に進みましょう。次の天柱は白虎兵営にありますね。かつて生き餌の訓練場として使われていた場所です。ええ、懐かしいわね。
よっ。you
手伝おうか。いや、ちょうど終わったところなんだ。ありがとう。点検してたの？うん、幸い天柱自体はどこも壊れていなかった。時の印が使えるように小型のエナジー増幅装置を搭載しておいたんだ。なるほど。術群が閉鎖されていた間、施設の保全のために四国の稼働も止めていたんだね。その通り。天照閣の修復作業が終わるまでの間はこの装置で十分しのげるだろう。さすがだわ。天柱を起動しよう。もう問題はないはずだ。
手厚いもてなしだったね。体も温まったし、いい準備運動になったよ。電柱を起動した時に引き寄せられたの？そうね。我々に対する警告かもしれない。これから奥に進むにつれ、暗闇の数は増えていくでしょう。誰も怪我してない？みんな無事よ、博士は？大丈夫よ。ただ頭の中の雑音が。考えられる原因はいくつかあるけど、おそらくネストマザーの力はここまでは及ばないのかもしれない。博士、近辺のサンプルを採集してきました。ありがとう、エンビオ。きっといい研究材料になると思うわ。少し情報を整理する時間が欲しい。一休みしてから出発しましょう。
暗闇の気配は感じられない。ここは安全でしょう。これだけ建物が残っているということは、前の調査隊もここに立ち寄ったのかもしれない。一旦解散して各自で見て回りましょう。何か手がかりが残っているといいけど。確かに人が滞在した痕跡があるな。遺跡へ向かう前に休憩を取ったのだろう。俺たちも出発しよう。ええ、遺跡はもうすぐよ。
の遺跡、変わった形をしていますね。うん、暗闇の気配が一切ないわ。道理で静かすぎると思ったよ、不気味なほどにね。デンラン、ひょっとして緊張してる？別にしてないさ。少しほぐれたみたいだな。資料によると、遺跡の周辺にある装置を起動すれば、ボンテンロの力に呼応して入り口が開かれるとのことです。さほど難しくはなさそうね。とはいえ慎重に行きましょう。
これが遺跡の入り口ね。遠病、生き栄と共に遺跡の外で待機してて。中で起きたことは逐一報告するようにするわ。え、あ、はい。天柱が破壊されないようしっかり護衛します。それから研究に役立ちそうな情報をできる限り収集しますね。皆さん、どうかお気をつけて。ええ、では行きましょう。Thank you.